はい、このように、下穴を開けて、あとで12センチの穴あけ器で穴を開けています。横の棒が一応35センチの目印になりながらメジャーにあてがって35センチ間隔で穴を開けてます。貫水チューブにも穴を開けてはいけないので結構難しいです。アスパラの定食中です。地域おこし協力隊の中島くんも今日も頑張ってお手伝いしてくれてます。先ほどはマルチの穴開けを手伝ってもらいました。永遠と続く定食作業です。今日でちょうど半分ぐらい済みそうです。この一列は今日はやって帰ります。